こんにちは。今日はリクエストされていた男性もののレッグウォーマーを編みます。2目ゴム編みで簡単に作ります。糸を半分にして2個で同時編みにチャレンジしようと思いました。このようにはかりの上に乗せたまま測ると半分にできますね。ダイヤゴールド、何年か前に100円しなくて試しに1個買ってみたものです。こういう細い糸使うことないと思ったんですけれど、金額調整で買ったような気がします。でもそれから1年、2年したら結構細い糸編めるようになったので買ってよかったかもしれません。地域の文化祭というものに編み物で個人で出品してみようかなと思って申し込みをしました。参加したことがないのでどんな感じかはわからないんですが、一応そういうところにも積極的に行ってみようかなってチャレンジしようと思いました。1人2点までなので、ベビーブランケットとショールって作品名は書いておきました。多分編み物サークルとかがあって、サークルの方たちの作品とか出ると思うので、そういうのを見に行くのも楽しみです。1回だけ前に覗いたことがあるんですけれども、何か絵とかいろんなお花の飾り物とかいろいろ見るのが楽しかったので、また行ってみたいと思います。同時編みしようと思ってこのグレーで今作り目をしているんですが、結局やめたのでダイヤゴールドの黒いのからスタートして、とっても綺麗な黒なので締まりがあるなと思って黒を使いました。 M カルに使う糸なんですけれども、メルカリで綺麗な色があったので注文しておきました。数日で届くと思うので、その時は紹介動画をしたいと思います。国内の方の手染めの糸です。この黒い糸は綺麗な黒なんですが、繊維がたくさん落ちるのでショールを作るのには違う糸を用意しようと思いました。日に日に円安になっていくので、海外から糸を買うのはちょっと様子見でやめておいて、国内のネットやセールやメルカリなどで購入することにしています。膝下までのレッグウォーマーにすると素敵だと思います。でもこれは足首用のレッグウォーマーにコンパクトなのを作ります。毛糸玉の雑誌に載っていた糸マーケットのお知らせが11月4、5金曜土曜ですね、そちらに行ってみたいなと思ったんですけれども、同じ日5、6にその文化祭があるので、文化祭で糸間に行っちゃうと多分お金いっぱい使っちゃいそうなのでやめておくことにして、
また次の年の楽しみにしようと思いました。リストウォーマーにもなるツーウェイですね。足首に結構これ広がるので、残りもう片方頑張ります。こちら昨夜のほとんど目を開けながら寝てるラムネちゃんです。今日は混合ワクチンを打ちにお医者さんに行ってきます。また来てくださいね。 See you!